まあ、本当にこう打てない選手って打てない理由があるわけで、そうです、まあ、本当に多いケースだと思うので、少年野球で打てない症状に落ちているのは大体これです、うん、はい、はい、皆さんこんにちは。お父さんのための野球教室の永田です。田村です。今回の動画はですね、はい、バッティングです。はい、はい、まあ、これも質問がありまして、はいはい、まあ、なかなかこうバットを、まあ、振っても当たっても飛ばないと、うん、で、まあ、大体詰まってると。はいはいはい。でなんでかなっていうところで、やっぱりバットの出が悪い、はい、ヘッドがでも出てこないっていうところで、うん、まあ、ね、何かいい練習方法ないですかっていう、はいはいはい、ご質問やったんですけど、はいはいはい、まあ、その子を見るとね、うん、やっぱりバットこう切っちゃうんですよ、こうやって。ああ、こうね、こっちを引いてしまうので、もういつまでたってもこう擦ったボールにしかならない。こうなっちゃったらもうバット出てこないですよね。最後この辺から最後それは出ますけど、まあ、この辺なんで出るの。ベースこっちなんですね。はい、ああ、ベース付近でちゃんとこうヘッドが出ない、バットが出てこない。横に切っちゃうんですね、これ。ああ、はい、いくらこう回転したところで、はいはいはい、まあ、バット出てこないんで、うん、まあ、いつも詰まった状態になるということですね、うん、まあ、これをこう修正するためにですね、うん、練習方法として、はいはい、逆手スイング。逆手、はい、これね、いつもと逆の握りをするということです。右バッターなら左手が上ですね、はいはい、でこうすることでさっき の、うん、あの引いてしまうっていうね、こっちへ引っ張ってしまうっていうのがやりづらいですよね。そうね、これバットここから出そうと思ったらもう左肘うまく畳んでこういう状態にならないと。そうですね、うん、こうはできないですね。これ肘だけ引くとやっぱスイングできない、ね、右手ここにあるんでスイングできない。そうですね、うん、でこれがあの、まあ、わざとしにくい状態でバッティングしてもらうと。こういうバットの軌道じゃなくてこっちになっちゃう。そうですね、こっち側に、はい、ってなると自然にこうあの左肘はこう収まりがいいというか、はい、返ってくる、抜くんじゃなくて、うん、この動作にすると、まあこうボールをこうスパーンと払いやすいというか。そうですね、まあ、こするのをなんとかね、うん、こう防ぎたいので、はいはい、まあ、この練習をやってもらいたいなというところですね、はい、そうですね、いいんじゃないですかね。で、まあ、ヘッドが出るっていうのが、まあ、どういう状態かっていうところなんですけど、はい、あのグリップよりまあ、こうなると大体グリップが先ですよね、ピッチャー方向に先出てくるんですけど、はい、グリップの速さよりもヘッドの速さが勝った時にヘッドが走るっていうんですよ。そうですね、これヘッドが出るっていう状態なんですけど、はいはいはい、だからグリップの位置をヘッドが越さないといけないですよ。そうですね、これ今グリップ動いてないですね。はい、この位置にいますから。そうです、でこれがいつまでもこうグリップが出てるといつまでもヘッドが走らない状態です。さっきフィーこうね抜くだけだったら、はい、こうヘッド走らないです、はい、なんとこっち向いてるし、まだ走ってない状態です。でこれはこの後でこの辺でやっと走ると、うん、っていうところなんで、だから飛ばないとね、そうなっちゃうとね、もうほぼほぼどこに打ってんのっていうところで走っちゃうっていう、うんうん、もうベース上で走らしちゃう、はい、スパンと。でこのための練習なので、うん、まあ、練習方法としては本当に逆に持つだけなんですよ。こうね、はい、逆にも持ちました、はい、はい、で、逆に持って振るだけなんですけど、まあ、ちょっとこう感覚出にくいなと思ったら少し離してもらうっていう、こうですね、はい、開けて、はい、うん、でこの状態で、まあ、できればこうおへその前ぐらいでヘッドが変えるような、はい、こういう素振りをしてもらう、こういう感じですね、はい、ゆっくりやると。で最初はもうあのステップしないで腰も回さないで、はい、この状態でへその前でバットが入れ替わる、ヘッドが入れ替わる感じですね。グリップをヘッドが抜くと、こういう振り方です、はい、この先にあると肘畳まないとこっちに収めれないんで。そうですね、このまま引くっていうのが難しくなる。引くともうまたヘッド返らないですよ、引いちゃうと左肘を、まあ、そもそも引きにくいので、これ畳んで出てくるんで、はい、ヘッドがこうですね、肘を曲げるような感じです。そうですね、
でこれで振ってもらうと、うん、まあ、最初は素振りでいいので、そうですね、もう手だけですね、はい、あんまりまあ足や腰は回さない、回さない。でこれでへその前でヘッドが出てくる感覚をあの感じてもらって、うん、まあ、そこからこう T をしてもらうという、あ、まずね素振りしてからね、はい、でできましたと、はい、なんとなく肘畳めるようになりましたと、はい、でこの状態で T を打つしてヘッドが返る感覚を体感してもらう、あ、失敗、こんな感じですね、まあ、こうなりますよね、そうですね、この肘が畳んでる状態、はい、はい、こうなるとほら、バットこっち出てくるもう引いちゃうとこうなる、もう引いちゃうとこうなる、はい、これを肘を畳むと出てくると、で、返した状態で、うん、まあ、フィニッシュになるっていうところですね、片手でやるとこういう動きですね、はい、ここに右手が添えてるだけでこういう動きです、でこれが出てくればいいんですけど、まあ、なかなかこれができないので、うん、まあ、さっきみたいにこう逆手に持って、そう、実際に振ってもらう、まあ、片手で言うと手の甲上から手のひら上になるだけです、これ、あ、そうですね、はい、入れ替えるだけです、これがなかなかね、このベース上でできないっていう、そうですね、ところでヘッドが出るか出ないか決まってくるので、うん、まあ、ここに右手を添えると、まあ、同じ動作ですね、そうです、基本的には左手リードでいいと思うんです、いいと思うんですね、はい、右手は添えてる程度です、で、へその前でヘッドが返る、返る、はい、ここで返って収まる、で、これが慣れてくれば、まあ、普通に持ってもらって、はい、Tをやってもらえばいいと、はいはい、こうなるとね、はい、まあ、これ慣れてきたら、まあ、下半身も入れてもいいんですけどね、あ、そうですね、逆手の状態でも一回じゃあこれでやってみましょうか、あ、逆手の状態で下半身回してもらって、下半身突きですね、はい、どんな感じですよこれ、まあ、左手はかなりこう、なんていうかな、はい、窮屈な感じです、はいはいはい、まあ、こうしないと無理ですよね、そうです、こうは抜けない、でも絶対 このへそぐらいで、あの結果的に走ります、はい、ヘッドグルっていう、はい、もうこういう状態になってるんです、そうですね、はい、はい、まあ、この状態が出てくるとヘッドがちゃんと出てるっていうところになるので、でこれができたらもう普通に打ってもらっていいと思います、これでちょっと調整してヘッド出す感覚を覚えて、今の感覚でやっぱ抜けやすいですね、ヘッド、これやっぱり差あります、あります、あります、もうこういう動作が左手入ってくるんで、なるほど、ね、まあ、自然にそこに右手押し込める、押し込めるんで、なるほど、この使い方ができると、はい、でこう収まるし、右手でも押せるんで、うん、しっかりベース上で、まあ、あのヘッドが走りやすい、はい、まあ、これもっとこうならないと注意しないといけないですけど、まあ、これもちろん防ぐためなんですけど、そうですね、でもこれもあの腰に回しすぎたら同じ状態になってしまう、なるほど、ね、まあ、基本的には、まあ、あまり足を動かさず、うん、腰回さず始めがあった方がいいと思います、そうですね、で、まあ、ベース上へその前ぐらいでヘッドが変えるっていう、とにかくここで返したいんです。ベースはここに、ストライクゾーンはここにあるんで。はい。はい、で、まあ、みんなこっち振るんでね。ああ、そうですね。ここでやっと。ここがストライクゾーンなのに、こっちです。ここで肘、こう抜いちゃうと、こんなところで走っちゃう。ここで振りたいけどね。まあ、本当にこう、打てない選手って、打てない理由があるわけで。そうです。まあ、ほとんどこれなんですよ、本当に。そうですね。はい。まあ、本当に多いケースだと思うので。少年野球で、打てない症状に落ちているのは大体これです、うん、はい、なので、まあ、こういう一つの練習があるので、いろいろ練習はあるんですけど、まあ、一度こうね、いろいろやったけどうまくいかないなっていう、うん、まあ、お父さんお母さんもいらっしゃると思うんで、はい、お子さんこううまくいかないなっていう時は一度これをしたことなければですね、そうですね、チャレンジしてもらえるんじゃないかと、まあ、くっつけないよくあると思うんですよ、うんうん、それをさらに話すとより、あの左肘うまく使わないと、そうですね、はい、あの畳めないんで、はいはい、もうぜひやっていただきたいと思います、はいはい、まあ、今日はあのバットのヘッドが、しっかり早く出るっていう、そうですね、はい、練習方法として逆手スイングを、ご紹介させていただきました、はいはい、それでは、今回の動画はこれで終わりたいと思います。
ありがとうございました。ありがとうございました。